はい、皆さんこんにちは、塩路です。ですね、今からですね、福岡の方に戻っていきたいと思います。824列車の旅を終えて、その後2日間ですね、京都丹後鉄道をいろいろ乗って回って、観光も、いたしました。はい、今城崎駅ですけれども、ここからですね豊岡に行って、そこから橋立8号ですね、橋立8号に乗って、一気に京都まで行きます。で、京都から新幹線で福岡の方に戻りたいと思います。よろしくお願いします。はい、城崎温泉からですね、この切符使います。824列車をたどる旅で使った切符ですね。この切符でですね、実はですね、豊岡から福知山まで行っておりますので、豊岡で切れているということにはなるんですが、実はその前にですね、これですね、城崎温泉から福知山という乗車券も先に仕込んでおりました。なのでですね、建前的にはこの切符、はい、城崎温泉で途中下車して、今城崎温泉まで使っているという建前になっております。はい、なので、帰りの切符ですね、城崎温泉からはこの切符を使って帰りたいと思います。なおですね、豊岡で接続して、京都丹後鉄道に乗って福知山からまた JR に入るという通過連絡運輸の、乗車券になっているんですね。はい、連絡乗車券の旅も、兼ねて行いたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、この切符で、中に入りたいと思います。16時13分2番ですね。はい、お願いします。お察しいただいておりますか。いや、押してもらってないです。はい、押していただきます。はい、失礼いたしました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは乗り込みたいと思います。どうもありがとうございました。城崎温泉です。よいしょ。はい、豊岡到着です。はい、それではですね、ここから京都丹後鉄道に、乗り換えです。はい、それでは一旦改札出ます。これ豊岡で途中下車です。はい、東口階段後ろ側進んでいただくと、はい、京都丹後鉄道の乗り場直接行けますので、はい、こちらからご利用ください。はい、ありがとうございます。はい、一旦出ました。はい、京都丹後鉄道の、豊岡駅の乗り場はですね、 JR の出入り口のこちら右側の方ですね、こちらになります。はい、丹鉄豊岡駅。はい、ここが丹鉄の豊岡駅です。はい、それではですね、京都丹後鉄道豊岡接続で京都丹後鉄道京都丹後鉄道に乗っていきたいと思います。はい、これで乗ります。はい、どうも。
はい、ですね、久美浜まではこの列車快速列車なんですが、久美浜から京都行きの橋立8号になります。はい、その橋立8号に乗ってそのまま京都まで行きます。宮津線ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は快速久美浜行き、久美浜からは引き続き特急橋立8号京都行きです。次は久美浜に停まります。はい、天橋立からはですね、指定に行きます。はい、指定はナンバーかな、7の A。はい。ですね、天橋立からですね、こちら指定席に移ってきました。豊岡から乗ってて、なんで最初から指定席にしなかったのかというところなんですけれども、まず橋立8号はですね、特急になるのが久美浜からですね、なのでですね、大野城駅で最初に、切符を頼んだ時は久美浜から京都まで、指定を、頼んでおりました。ところがですね、JR 九州のシステムの問題なのかどうか、大野城では久美浜発の指定が出せないということだったんですね。博多駅とか、拠点駅のような大きい駅ですね、そこではなんか出せるらしいんですが、大野城駅では、出せないということだったので、天の橋立から、出してもらうということにしました。天の橋立は出せるということでしたので、天の橋立から、京都までの、特急券指定券を、出してもらいました。ご乗車ありがとうございました。まもなく宮津です。到着のホーム1番ホーム、お出口は左側です。福田名古屋西舞鶴方面の乗り換えです。普通列車西舞鶴行きは18時14分に3番乗り場から発車いたします。宮津では18時17分の発車まで7分停車いたします。発車までしばらくお待ちください。
予約線ご利用いただきましてありがとうございます。特急発車停8号京都行きです。次は大江に停まります。大江福知山の順に停まります。福知山には18時49分に着きます。福知山から JR 山陰線に入りまして、綾部に19時5分、園部19時51分、亀岡に20時3分、以上20時16分、終点京都には20時21分に到着いたします。福知山で降りの方、駅を出られる際は前の方、階段またはエレベーターをご利用になりまして、2階京都丹後鉄道乗り換え口からお降りください。 JR ホームへの到着となりますが、駅を出られる際は京都丹後鉄道の改札口からお降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく福知山に到着いたします。お出口は右側です。福知山を出発しました、この列車は乗り入れ列車なので、途中降りることなく、このままこの乗車券で乗っております。
京都到着です。はい、京都に着きました。一回ラッチを出てですね、お土産とか、ちょっと買っていきたいと思います。3泊も家を留守にしましたので、第3次世界大戦回避のためのお土産です。はい、それでは一回ちょっとラッチ出ます。お、ちゃんと出てきた。はい、京都です。はい、ここのお土産屋さんですね。はい、これで買いました。ここで買いました。はい、これで第三次世界大戦が1ヶ月伸びました。はい、それでは新幹線の方に行きたいと思います。ここは在来線のラッチですね。こっちです。乗車券がこれですね。そして、はい、特急券がこれです。はい、それではラッチに入っていきましょう。そっか。